アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もう嫌だ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺されたすべての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言ってジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。僕に落ちよ。この首もらうぞ。残り二人か。殺さないで。どうか、故障ですから。今少しだけ辛抱してくれ。早く働き。もう子供が腹を鳴らして待ってるんだ。これ以上飯の支度が遅れたら他の。あいつの子供だが、あれだけの肉は誰の腹の中に行ったんだろうな。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。あと一人だ。街道を全て
全て抑えれば物資を奪い放題。これまでの罪の報いだ。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し、気づかせよ。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけぬ。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。